はい、こんにちは、こんばんは、どうもカメラです。ということで、今回もね、ちょっと、ラジオ動画という感じで、遠征城についてお話していきたいなと思います。でね、もう、何百年前、何ヶ月前からね、もう、未だに語ってる人いんのかっていうね、ことなんですけど、遠征城で、最終目的でね、来た人を倒すのは、ありかなしかっていうね、もうずっと言われてることがあるんですけど、これね、ツイッターでアンケートを取ったんですよ。動画撮影する前に、そう、動画撮影する前にね、ありかなしかっていうアンケートを取ったんですけど、ありが7割、なしが3割っていう感じで、カメさんもね、ありやと思う。カメさんはあり派。で、なんでありかっていうと、これね、その、遠征城っていうマップを説明するときに、そこにね、説明にですね、ここは PVP マップですよと。うん。で、遠征城のマップの端っこにいようが、遠征所のマップのどこでも、その、伐採とかね、そう、カボチャとか、釣り放置とかしてようが、もちろん PVP してる時もなんですけど、どこにいても PVP マップで、そう、どこにいても倒される危険性っていうのはありますよっていうことを説明で書いてあるわけですよ。ね。で、なしって書いてる人ね、なしって書いてる人ははっきり言ってね、遠征所に最終目的でも来ない方がいいと思う。本当に。来ない方がいいと思う。で、全然僕はね、その、最終目的で行きました。で、殺されました。別に全然いい。うん。あ、だってここは別に遠征城って PVP マップだし、うん、別に防具の耐久なんか別にベッドで寝れば回復できるぐらいでしょっていう気持ちです。僕は別に最終目的でやられてもね。それぐらいなんですけど、あのね、そう、なしって答えたしね、そんないいもんないよ。遠征城に。うん。そんな、まあ、目的はね、目的はまあ人それぞれなんですけど、秋の森林とほとんど一緒やし、別に大した物資っていうのはないし、特殊アイテムですね。まあね、僕も一応特殊アイテム何個か遠征上のあるんですけど、そう、これね、これあるんですけど、別にはっきり言ってね、そんな遠征上マジでそんな危険を犯してまで来る価値ないよ。うん、ないです、本当に。ね、別にもうなしってことやとしてね、もう本当にあの秋の森林とかで、木の枝とか集めてる方がまだいいと思う。別に遠征場マジでそんな、僕いつもスルーしてますから、遠征場。ね。特殊アイテムとか。そうなんですよ、本当に。うん。でね、まあそれはありかなしかとしてはね、まあそこで、ここで置いといて、区切って、で、PVP ですね。そう。チームとか、まあ組んだり、まあして、で、ポイント稼ぎとか、で、あと、わざとね、防具を外して、で、協力してもらったりね。今ではね、確か結構改善されてたと思う、アップデートは確か。ね。もう昔は、なんていうか、フレンドとかに協力して遠征場に来てもらって、で、もう裸の人を倒しまくって、ポイント稼ぎとか結構昔あったんですけど、ね、もうそういうこととかやるんやったら、マジで遠征場の、審判やったっけ？遠征場の審判者やったっけ？ちょっとわかんないんですけど、あんまり詳しくないんですけど、そういう称号とかあんま意味ないと思うな、遠征場、そういうことがある。もう一つでもね、一つでもそういうことがあるって時は、マジで勝ちないと思う。うん。もうそんなやったら、何 cc でなんか無双しまくる方がいいと思うな。自分は強いですよと。うん。自分は PVP 上手いですよと。アピールしたいんやったら、遠征場じゃなくて、争奪戦とか、ナーシー氏とかね。あと、船内エリアとか、まあ、船内エリアちょっと微妙やな。ちょっと嫌がる人もいるしな。そう。まあ、そういうところでやるべきだと思うんですよ。本当に。ね、遠征場ってね、マジで別に PVP が強くなくても、別に PVP が一番上手くなくても、取れるところやと思う。遠征場、はっきり言って。本当に。本当にマジで。なんていうかな、その遠征場ってさ、純粋な、PVP っていうか強さだけで競ってる感が本当にない。マジで。うん。そう。パーティー組んだりね、まあ、して、まあ、ポイント稼ぎとかしてる人もいますし、はっきり言って別に遠征場で3位やからって、その別に弱いとか、遠征場でなんか50位とかやったからって、別になんか弱いとかさ、そういうこと僕は全く思わないです。で、1位取ったからね。そう、遠征場で2位やった、遠征場で1位やったっていうから、別になんかその、まあ、弱いとは思わないけど、なんていうかさ、遠征場でそういうなんか、不正行為とか、そういうなんか、よろしくないこととかあるから、そう、別に1位やからって強いイメージじゃないね、僕は。
はい、という感じでございます。もう本当に今日多分5分か6分ぐらいだったと思うんですけど、どうだったでしょうか。もう本当にね、マジでありやと思う。うん、そう、遠征庁でね、最終目的来てるでしょ。なんでね、もうこれからね、なしって方は来ないようにしましょう、遠征庁に。秋の森林とかの方が全然物資いいですから。もう仙台エリアでね、もう物資全然もうめっちゃ交換できますから、多分そっちの方がいいと思う。時間もね、短縮できますし、もうその、なしやと思って、そう、もし倒されたりして、嫌な思いとかね、するぐらいやったら来ない方がいいと思うし、別にありの人はね、全然最終目的で来てもいいと思います。ね、もう全然、最終目的来たけど、倒されました。でも PVP マップやし、しょうがないなって方は全然いいと思うんでね。これからまあそういう感じでよろしくお願いします。別に今回ね、僕の意見が全てっていうわけでもないので、毎回公認実況者の時も言ってたね。そういう感じなんでございますけども、まあなしの人はね、別になしなりの意見があると思うんで、コメント欄にぜひぜひよろしくお願いします。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。